こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はリリース2日目、ついに UR 確定ガシャチケットどこで手に入るのかが分かりました。はい、ということで早速ですね、 UR 確定ガシャチケットを実際にゲットして、その上でやってみましょう。ガシャね、 UR 確定。はい、でどこで手に入れるのかっていうところなんですけど、2日目になってやっと実装された機能があるんですよ。このホーム画面でいうところの上だね、真ん中の上のところにプラスってあると思うんですよね。ヒーロージェムの隣にプラスがあるんで、ここを押してもらえるとこんな感じでショップ画面が開けます。でこの中のお得パックの左上、ここですね。これが UR プレイキャラ確定スタートダッシュパックってなってて、このインフォメーションを押すと、はい、チケット一つもらえます。でこれが価格としては3060円で、ヒーロージェム500、まあだから10連分だよね、10連分とプラスして UR 確定ガチャ引けるというところになるんで、これはぜひね、スタートダッシュ決めたいって人も、まああと普通に課金してこれからも頑張っていくっていう予定の方であれば、とりあえずまずこれは必ず買って、その後で、ガチャするかどうか決めていくとかっていう方法が一番いいと思いますので、とりあえず買ってみよう実際に。はい、ということで早速買ってみました。うん、バッチリだね。このチケットガシャってところ、ガシャ画面、ちょっとガシャっていう言い方に慣れてないなガシャってところを開いてもらって、この UR プレイキャラ確定ガシャチケ、はい、無事ね、かける1ってなってるのが皆さん見えますよね。行ってみよう。提供割合どうなんだろう。一応 100% になってて、まあ均一だよね。何かがピックアップされてるわけでもないので、とりあえず初期キャラだね。今の現状の。これが多分、今後、ガチャでどんどんキャラが追加されていけば、ここも増えていくんでしょうけど、現状ではこの初期キャラのみだね。はい。行きましょう。これが、まあ、昨日ね、リセマナー、最強リセマナーランキングっていう動画もアップしましたが、さあ、どうだろうね。でもあれなんだね。UR 確定ガシャなんだけど、確定演出ではないんだね。もう出るのは分かってるから、もう安心して見られるはするんだけど。お、あー、霧島か、なるほどね。なるほど。まあ選べないからね。言ってもまあ選べるわけじゃないから、選べるガチャではないから。なるほどね、霧島くんか。まあ、オッケー。まあ、パワー属性なんでね、まあ、弱点取れれば全然強いからね。全然オッケー。はいはい、オッケーです。持ってはなかった。このキャラ自体はね。はい。ということで、今回ね、確定ガシャの入手方法紹介しましたけど、これからね、課金する予定があるよって方はね、ぜひお試しあれ。といったところで、今回ではここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。